じゃあ次は、これは熊野、熊野ピー、熊野な、なんちゃらさんですね。全員ですかね。ちなみに、こちらから、トランペット三浦千秋、そして、コケロミ由美子、そしてカホーン岸田義成、たくさんの楽器やります糸研でお送りします。いや、温かいですね。ありがとうございます。いや、音が出ました。まずはでは、いろんな、楽器が楽器じゃないものとかいろいろあったんですけれども、まあ、それらをですね、見てもらった通り、特にそこまで珍しいものっていうよりむしろ身近にあるもので、音を出すっていうのがやっぱり僕も音楽を作るとき割とよくやっていることで、まあ、身近にあるものを使ってアンサンブルしたりそういうものを使ってですね、何かちょっとずつ音楽に音楽っぽいというかですね、まあ、音を使って遊ぶっていうところですね。まずはリズムですね。それをちょっとやってみたいなと思っております。この後出る、この次の次に出る、石井真嗣さんがですね、書いた麦踏み空勢というですね小説の中で、あるおじいさんが、全てのこの世のもの全てのものはですね打楽器だと言ったセリフがあってですね、それがすごいなんていうか象徴的というか、まあ、全て、楽器になるんじゃないかというものですね。それが、まあ、非楽器を使ったり普通の楽器を使ったりっていうものですね。それを試しにやってみたいと思ってます。ではスタートしましょうかね。せーの。
はい、ありがとうございます。